儀式とは、本来は、律令制の朝廷における公務、宮中行事に際しての礼儀作法のことであるが、後には、こうした作法を規定した、編纂物、書物のことを、儀式と呼ぶようになった。なお、平安時代には三大格式と合わせて三大儀式が、編纂されたとする説もあるが、近年ではこれを疑問視する意見も出されている。大化の改新以後、等の影響を受けた。 様々な制度、行事、儀礼が行われるようになり、その際の様々な礼儀作法が定められるようになった。本来の儀式は、こうした礼儀作法を指す。俗に本記によれば、文武天皇2年に、長儀の礼、天平20年に、石天の礼を定めたことが記されている。その一方で、新しい儀式の増加に対応するために、それらの規定を修正。 整備する動きも現れた。その結果、生み出された儀式の集大成が儀式である。儀式のモデルになったのは、党における冷静の集大成である霊書であったと考えられているが、日本の儀式は律令格式と重複する部分を削り、法令で定めるのには、不適切な純粋な礼儀作法の記述に特化している。逆に、公認式や演技式には序文において、 儀礼については省略したことを明記している。一方、上願式では序文に式とは別に儀式次第を作成することが明記されており、上願儀式がそれに当たると考えられている。その一方で、各式編参時には同時に交代式と儀式が編纂されたと信じられ、古くは公認儀式、上願儀式、演技儀式からなる三大儀式が存在したと信じられていた。 だが、公認年間に編纂されたのは、代理式及び代理儀式であり、公認儀式という内名の儀式は存在しなかったとされている。一方、演技儀式についても、一文とされるものは残されているものの、それらが実際の宮中行事に活用されたという当時の記録はなく、未完成あるいは後世の家宅とする見解もある。したがって、確実に存在したと言えるのは、 上眼儀式のみであるが、その題名について単に儀式であるとする遺説もあり、実際に上眼儀式という名称が用いられていたかは不明である。ただし、これらの指摘は三大格式と対となる三大儀式の編算あるいは存在が否定されたに過ぎず、格式の編算も儀式の編算も共もに律令法の保管を目的として行われた事業であることから、 各式の編纂と単独事業として行われた代理式や上眼儀式の編纂との間には何らかの関連性があったと考えられている。実際に効力を持っていたと考えられている儀式としては、公認11年に佐賀天皇に歓声が上奏された代理式とほぼ合前後して編纂された代理儀式があり、続いて上眼年間に編纂された上眼儀式、 村上天皇の頃に作成された新儀式が知られている。また、平安時代中期以後には、西宮城、北山省のような視線の儀式も作成されるようになった。ありがとうございます。